ラメさんがチャイズヒコです。それでは今回なんですけども、 LINE Pay でお得な割引クーポン3つを紹介ということで、松屋&ファミマローソンで使えるということですね。今回は LINE Pay からお得なクーポンが3つ出てましたので、そちらについて解説をしていこうと思います。ということで、まず1つ目のクーポンですね。ローソンのクーポンということで、多分LINE Pay の通知とかで来てると思うんですが、こちらの100円割引のクーポンということですね。期限は6月の10日から6月の22日までということで、お会計が101円以上の時に使えるということになってます。次にこちらファミリーマートローソンで使える50円オフのクーポンということで、期限は6月10日から6月の22日までとなってます。多分ですね、こちらに関してはまだもらってない方がいらっしゃると思うんですけども、このクーポンは現在開催中の LINE Pay のマックス20倍送金キャンペーンですね。この今回のこの抽選で外れた方がもらえるクーポンなので、まだこの送金のキャンペーンを実施されてない方がいましたらですね、ぜひお友達やご家族と試してみてですね、そこから外れてもこのクーポンがもらえるというような仕組みになってます。やり方については下の概要欄にリンクとして貼ってますので、ぜひそちらをご確認ください。そして3つ目はこちら、松屋で使える100円オフのクーポンですね。期限は6月の11日から6月の20日までとなってます。こちらは101円以上のお会計で使えるので、牛丼の並盛りが320円が通常なんですけども、220円で食べれるということですね。もしですね、こちらのクーポンに関して通知が来てない方いらっしゃいましたら、下にリンクを貼ってますので、そちらからクーポンとして確認してみてください。ちなみに LINE Pay ではないんですけども、牛丼つながりということで、先日紹介したこちらの動画ですね、吉野家でクイックペイ支払いをしたらサラダと味噌汁が無料というキャンペーンが今開催されてまして、その時のクーポン番号が出てなかったんですけども、今回はもうキャンペーン開催されてるということでクーポン番号が出てます。でその番号が349ということになってますね。吉野家のお会計の際にクイックペイ支払いでということと、クーポン番号349を提示していただければ、味噌汁とサラダが無料になりますというものですね。念のため公式のリンクも概要欄に貼っておきますので、そちらも見てみてください。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。 LINE Pay で使える3つのクーポンの紹介と、クイックペイ支払いで吉野家のサラダと味噌汁が無料で食べれるキャンペーンの紹介ということでした。ぜひですね、まだこのクーポンまだ期限としたら余裕がありますので、ぜひちょっとペイ特裁が終わって寂しさはありますけども、ぜひ活用してみるのもいいのではないのかなと思います。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。